えー、それではスティックの選び方について説明したいと思いますまずですね私がアメリカに行って体験したことを話しますけども外人の体は非常にでかいもうびっくりするぐらい、まあ、私は170ですけども180センチぐらいの人たちがもうたくさんいるんですねもう腕なんてねもうねこ,こんなんですから とということでその外人と自分を、まあ、自分も外人の素晴らしいドラマも好きですけども同じスティックを使って自分の憧れのドラマの、ね、スティックを使って自分もそのようなプレイをしたいってみんな最初思いますよね気持ちはわかりますしかし一番大事なのは自分に合ったスティックを選べるかどうかこれで決まります 私の場合はです、ね、あまり重たいスティックが向いてないんですね。まあ、当たり前ですけども、よくあるアメリカンクラシックのファイブウェイってありますよね。ファイブウェイはあのまあ一番トラディショナルなスティックではあるんですけども、まあ、そのスティックを使ってこんな腕の太い人たちがブワーって叩いてすごい、ね。基本だからそのスティックをみんな使う。そうじゃない。日本人、東洋人にあった割と170センチぐらいの60キロぐらい前後の 人たちのスティックの重さであったり、そういう風な手の大きさであったり、そういうところも考えて選ばなきゃならない。これが正しい選び方ですね。手が小さいのであれば、スティックは細くした方がいいです。あとは基本的には、あまり重たいスティックを使わない方がいいですね。えー、わ私の場合は、だいたい 42g ぐらい、1つが 42g ぐらいがベストですね。そうすると振り回されないし、えー、非常にこう、 速いフレージングも安定して叩ける。ということでスティックの選び方で実はドラム人生が決まってしまうんですよ。わかりますかそういうことで参考にしていただければと思います。